じゃあ、じんちゃん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。リルゴルフで、はい、メキシコのカンクンに来てますけど、そうですね、今日2日目終わりましたね。ですね、日本人初のリブフル参戦、シード選手として、はい、どうですか、意気込みは。いや、意気込みめちゃくちゃあるんですけど、うん、昨日今日とプレーして意気込みすぎてたんですけど、まあ思ってたよりやれるかなって感じ。そうだね、はい、僕も客観的にね、ずっと36ホールついて回ってましたけど、はい、全然やれるね、やれる感じはね、やれる、はい、なんか思ってたよりはやれるんじゃないかなっていう、うん、まあ、もちろんその上を目指すっていうのは結構きついてか、やっぱレベルがすごい高いんで、うん、ね、もう要は本当のトップ選手、はい、ね、来てみてなんか俺一番びっくりしたけど、なんかほんとこうサッカーのプレミアリーグじゃないけど、そうっすね、本当のトップ選手、世界ランキングもう上位者ばかりの、はい、ね、なんかメジャー出た時と同じ感覚っすね。そうだよね、はい、ほんとね、まあ、ちょっとだけ選手足りないぐらいかなぐらいで、うん、メジャー出た時の感覚と同じ、ね、はい、この場所でこのメンツの中で1年間戦えるっていうのはもうとんでもない経験であり、ね、ただの経験で終わらせれなくできそうな気もしてきてるんで、はいはい、目標としては、うん、まあ、1年とかじゃなくて3年ぐらい。そうだね、24位までシードだっけ。24位までシード、はい、でもそのシードボーダーラインがいくらだっけ。多分6億か7億、6億か7億円、はい、じゃあ5億円稼いでもシード落ちするっていう、すごい世界だよね、はい、すごい世界で、本当に今週も優勝が6億円弱、6億ですね、はい、すごい本当にね、プロゴルファーとして、はい、こんなね、プロゴルファー見よりはない、ね、そうですね、まあ、このゴルフして稼げる時に稼ぎたいんで、僕はもう世界、なんかジンが世界最高峰ツアーで回ってるっていうのが結構見てて感じるっすか。うん、もう感じて、なんかこうなんていうかな、涙出そうになる場面も何個か。俺も感じるよ。そうだよね、いや、見たらジョン・ラームとも、そうね、本当に一緒やってんのかな。本当にジョン・ラームとかダスティン・ジョンソンとかね、普通にやってるデシャンボー、本当どの組入ってもやっぱ聞いたことある名前の人とか、うん、スーパースターいるんで、うん、だどの組で回ってもいいなって感じ。そうだよね、なんかもうジンのおかげでね、昔から2年前から全米オープン行かせてもらったりとか、はい、俺もいろいろ行って、で2年前全米オープン行った時はもうね、全部いる選手がもうトップ選手 で、はい、俺なんかもあのやっぱ仕事柄連続、ね、ムービー撮りたいから、はいはい、動画撮りたいから、はい、ミケルソンとか見たらもう撮ってたんだけど、はい、今回はもうミケルソンとか毎日、ミケルソンどころかとんでもない選手たちなんかで、ね、まあ、それにいますからね、そう、もう慣れちゃうよね、はい、逆にね、はい、それが怖いなっていう、すごい、はい、うん、まあ、ゆうへいが今動画撮ってんのに動画撮ってるけど関係なしに何でもやる、髪の毛乾かしてますからそうですね、って感じで、まあ、本当多分何回か優勝争いする可能性もあると思うんで、 そうだね、そこのチャンスが来ると思うんで、ね、もう見てたけどやっぱりショートゲームね、ショットもそうだし、ショートゲームはもうピカイチなんか世界で強すぎるっていう感じが見えてて分かるんで、どれだけ上に食らいつけるか。そうだね、そんな簡単には優勝争いできないと思うんで、うん、どんだけ上に食らいつけるかね、でどんだけ自分の存在感示せるか。そうだね、まあ、ある意味日本代表だしね、そうっすね、唯一のフル参戦なんで、やってるつもりで頑張りましょう、1年間、はい、今年1年ちょっと皆さんリブゴルフを、そうだね、日本だとまだまだ知らない人もいるので、そうですね、はい、結構やっぱり知られてない部分も多いと思うんで、うん、あの僕の YouTube でも随時、ね、
配信していくので、ぜひ、14戦あるのかな、14戦あるんでね、はい、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。